北条正村は、鎌倉時代前期から中期にかけての北条氏の一門。鎌倉幕府第七代執一権。二代執権、北条義時の四男。母は、慶質の伊賀の方。三代執権、北条安時は、伊賀兄にあたる。正村竜北条氏の祖であり、十二代執権、北条広時は創村にあたる。十三代執権北条記事も、血縁的には彦である。 幼少の特捜家法上自習の代理として七大執権となり、辞任後も連勝を務めて、猛虎修来の大将にあたり、一門の宿老として、着流の特捜家を支えた。元旧2年6月22日、畠山重忠の乱で重忠親子が討伐された日に、誕生。義時にはすでに三人の男子がいたが、23歳の長男安時は、即室の所生で、 十三歳の次男長寿の母は、正室だったが離別しており、正村は、現正室以外の法書生では長男であった。元法元年十二月二十八日、七歳で三代将軍みなも友の御所で元服し、四郎正村と交す。元服の際、エボシ親を務めたのは、三浦義村だった。この時、祖父次世と、エボシ親の義村の一児をもらい、正村と名乗る。 この年は、和田義盛が滅亡した和田合戦が起こった年であり、義盛と同じ一族である義村との中退を深め、懐中しようとする義時の配慮が背景にあった。安ずまは、正村元服玄福に関して、総集障愛の和加と記している。女王三年、二十歳の時に、父義時が救世する。義時葬儀の際の兄弟の序列では、 正村と同母帝サネヤスはすぐ上の兄で、即室所生の有事の上位に位置し、イボニー長寺、十字の後に記されている。現世室の子として扱われると同時に、着難ではなくあくまでも、諸子の一人として扱われている。しかし母伊賀の方が正村を執権にする陰謀を、企てたという伊賀氏の変が起こり、伊賀の方は叔母マ子の命によって、伊豆国へる罪となるが、正サは兄、 安時の計らいで、類は及ばなかった。なお、伊賀市無本の風文については安時が否定しており、東鏡でも、伊賀市が無本を企てたとは一度も明言しておらず、政子に伊賀市が処分されたことのみが記されている。そのため伊賀市の変は、鎌倉殿や北条氏の代替わりによる自らの影響力の低下を恐れた政子が、吉時の5歳の実家である伊賀市を強引に潰すために、 でっち上げた事件とする説もある。政村はその後も宝条一門として、執権となった兄、安時を支える。三歳下の同母弟佐根康は、東事件の影響か、精神のバランスを崩して、病となり、転覆2年6月に27歳で出家している。炎王元年、35歳で表情衆となり、翌年に筆頭となる。法寺元年、 43歳の時に21歳の、執権、北条時寄と、政村の絵子親だった、三浦義村の着難、三浦安村一族の対立による、法事合戦が起こり、三浦一族が滅ぼされるが、その時の政村の動向は不明。県庁元年12月に、引き付頭人、県庁8年3月に、新江寺が出家し引退したため、兄に代わり52歳で連勝となる。 県庁8年より、幼年の特捜後継者、北条時宗の中継ぎとして6大執権となっていた、老いの北条長時が病で出家したため、文永元年7月、特捜家の後継者で、それでもまだ14歳である若年の自習の代わりに60歳の、正村が8月に7大執権に就任した。自習は連所となり、法上下時、足立安盛らを、より合衆のメンバーとし、 彼らや政村の補佐を受けながら、幕政中枢の人物として、人事や宗方新郎の京都鋼鉄などの決定に関わった。名古屋兄弟と自習のイボアニ法上寺タスクが、粛清された二月騒動でも、政村は自習と共に主導する立場にあった。二月騒動に先んじて、宗方新郎鋼鉄の際、奮起した則リが軍勢を率いて、G 行動を行った際、 正サはノリトを説得して制止させている。文永五年に一月にモロココクが到来すると、現行という難局を前に、権力の一元化を図るため、同年三月に、執権職を十八歳の自習に譲り、六十四歳の正サは再び連所として補佐、侍どころベッド務める。文永十年五月に、徳コハ商人を開始に出家し、時は陰閣高志と合志。 同月に69歳で死去。和歌、天霊に精通した教養人であり、京都の久下集からも敬愛され、吉田教長は、日記、吉続記で正村を、東方の、色郎と称し、不法に、相席の意を表明した。大日本史が伝えるところによると、亀山天皇の使者が長位のため下校したという。連勝は新江寺の息子、北条義政が引き継いだ。なお、 執権経験者が連勝を務めた例は他にない。なお、近年になって、石井清文は、鎌倉イブに掲載されている、ご教書や下辞上の執権と連勝の遺書の問題から、長時の出家後に、政村ではなく14歳の自習が、執権に就任したとする説を提示している。当該時期の、あずま鏡が残されていないために検証は困難で、あるが、 その場合でも、北条時助を擁立する勢力を抑えるための装置で、政村が連署として、これを補佐していたと見られている。日付イコール旧歴、大日本史で政村は、沈黙恩惨な人物と評価されている。若い頃伊賀氏の変に巻き込まれ、無本人と疑われたことが、慎重で資料深い性格の形成につながったと考えられる。明治の歴史学者、田口宇吉は、 現行回避の功績を、執権の自習に期する評価を批判し、年齢や人脈などの点から紐交渉は政村が主導していたと主張し、三浦博之はこれに反証している。高い教養を持ち、後部の協調関係を維持することにも大きく貢献した。京都から幕府に下校し、出資していたアスカイノリサダ、カサンノと交流し、影響を受けた。直戦州には、 北条一門の歌が多く日周しているが、正村の歌は四十周に一周されている。これは北条一門の中で最多である。川添正治はこれを傍傷として、当時の代表的武家家人と評している。文王元年10月15日、娘の一人が錯乱状態となり、体をねじらせ、舌を出して、蛇のような筐体を見せた。これは、きの乱で殺され、 蛇の怨霊となったサヌキ曲に取り付かれたためであると、される。怨霊に苦しむ、娘の地位を模索した政村は高志弁に相談し、11月27日、社教に行くよう、カジギトを行って、ようやく収まったという。即女の回復後ほどなくして政村は、引き主の邸宅跡地に、弱子導を混流し、現在は、妙本寺となっている。このエピソードは、 アズ鏡に再録されている話で、正村の家族を思いな人柄を反映させたものだと評されている。ありがとうございます。